ここが私の故郷です。ツバメが背中の親指姫に言いました。下にぎっしり咲いている素敵なお花畑の中から一輪好きなお花を選んでください。そこに下ろして差し上げます。そこで姫の望むものが見つかりますよ。まあ、なんて素敵なの？親指姫は小さな手をたたいて喜びました。ツバメはお花畑に向かって下降すると、白い大きな花びらの上に親指姫を下ろしました。そのお花の真ん中で、親指姫は探し求めていたものを見つけました。それはまるでガラスで作られたような、キラキラと輝く小さな王子様でした。